それでは今日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。いやいやいや、待て、私は犬ではないぞ。そういうこと言ってんじゃねえよ。開始早々何かあったん？誰ですか、昨日大雪が降るとか言ってたのは。ここでフラグ回収かな。一体誰なんでしょうかね。久しぶりにビール持ってきた。これは明日大雪が降るな。冬だからワンチャンある。ちょっとリアルなのやめろ。お前じゃないか、貧乏巫女。ワンチャンあるとか言ってたクソガキも同罪やぞ。誰がクソガキだって。朝から賑やかだな。で、なんであんたらは喧嘩してるんだ。実は昨日の夜にこんなメールが来てたのよ。強風のため、運行に影響がないか8時20分に天候状況の確認を行います。これって最悪結婚になるやつだよね。冗談抜きでヤバいじゃねえか。マジでこんなことになるなんて思ってなかったわ。まあ争ってもしょうがないので急いで空港へ向かいます。空港に行けば最新情報が手に入りやすいですからね。一応対策は取ってあるんだけどね。ちゃんと飛んでほしいわ。対策って？とりあえず後続の便を支払いせずに席だけ取ってある。結婚が決まってからだと席の取り合いが発生しちゃって最悪の出ないとかになると困るから。でもすでに予約を持ってるとそこに振り替えてもらうことができるので確実にその便には乗れるっていう計画。でもその便も飛ぶかわからないんじゃ。現時点で条件付きとかではなかったから飛ぶとは思うよ。たまたま運が悪かったんだな。福岡空港到着。とりあえずチェックインできるか聞いてみるか。一応聞いてみたら条件付きだけど飛ぶそうです。じゃあなんとか安心だね。でも条件付きだからちゃんと着くまでは安心できないね。こういうことに遭遇したの初めてだから逆にワクワクするね。バタバタして疲れたから少し休憩。こういう時便利な ANA ラウンジ。フリードリンクがあるのがいいよな。空港ラウンジの標準装備。保安検査後ってのがまたポイント高いね。それで搭乗時刻が近づいたので出てきたんですが、なんでゲートが一番遠いところなんですか。歩いて5分以上かかりましたね。遠すぎてちょっと焦った。でも歩いて保安検査場からゲートまで15分かかる羽田空港よりはマシでしょ。おみすぎる。空港着いてからでも安心できない羽田空港。お出かけには時間に余裕を持って。あんだけ急いできたのに出発がディレイしたんだが。機内の行いが悪いからでしょ。え、これ私が悪いの。とりあえずうぷ主のせいにしておけば動画が面白くなる。いやこんな動画なんも面白いところないわ。そりゃ自己満動画だもんね。お世辞でも面白いと言ってほしかった。え、面白い動画にしようとか思って作ってるの。特に何も考えずに作ってますね。じゃあつまらんとか言っても問題ないわけだ。言っていいことと悪いことがあるからね。はい、今日も京都手737の800です。そしてまさかのスカイインテリア仕様機に初めて当たった。確かに少し新しい気がするね。このスカイインテリア仕様の737の800は、内装を787に近い形にした新しい機体みたいですね。設備がかなり近代的だね。従来機では手動だったリクライニングとかが電動になってるもんね。ちなみにスカイインテリア使用機、ANA の中ではたったの4機しかいないレア機材なんですよ。ANA も737は機体番号が51から始まってるから、確率としては10分の1ってことだね。しかも運用が固定されていないからなかなか遭遇しないのよね。じゃあ意外にもラッキーな機体に乗れたんだな。もう一つ言っておくと、このスカイインテリア使用機は ANA が保有してるんじゃなくて、リース会社から貸し出されてるリース機でもありますね。その証拠に、ボーイングが付けてる機体のカスタマーコードが違ってます。確かに違ってるね。ということは契約期間が終わったらなくなっちゃうんだな。でも狙って乗ることはできないから本当に運しかないよね。あたいの強運に感謝してほしいね。条件付き運行になった運に関しては感謝できんな。別に着るのなおかげじゃないでしょ。むしろ感謝することなどない。おいおいの値を裏切ったな。その程度の中ってことでしょ。せっかくレイム2000円払って友達になったのに。友達になるのに金がいるのか。友達を何だと思ってるんだ。騙される方が悪いんだよ。レイムは金で釣れると。ちょっとそれどういうことよ。これが加害者から被害者に変わった瞬間か。感心してる場合じゃないでしょ。友達になるのにお金がかかるやつに興味なんてないでしょ。私はレイムにお金払ってないから友達ではないな。別に友達になるのに金がいるだなんて言ってないでしょ。じゃあ値の金はどう説明するんだい。着るのなら騙せると思って。はい、有罪。やっぱインポスターは霊夢だったか。あのアスネタはもういいから。皆様お待たせいたしました。離陸いたします。シートベルトをもう一度お確かめください。小さなお子様をお連れのお客様はお子様をしっかりお抱きください。一人でお座りのお子様のシートベルトもお確かめください。
ーブルを出してみたらなんか色々ついてた。それはスマホを立てかけるやつかな。折りたたみ式になってるから以前のより取り出しやすくなったかもね。あ、そういえば今回もプレミアムクラスです。今さら言うのかい。朝食が運ばれてきました。朝の便だと食事が出てくるのね。出てくるのはいいんだけど、この飛行機1時間くらいしか飛んでないから割と急いで食べないと時間ないというね。じゃあ急いで食べましょう。食べ終わったらもうこんなところだよ。本当にすぐ着いちゃうんだね。でもこの区間新幹線だと4時間くらいかかるんだよな。やっぱり飛行機は早いね。ちなみに今回のはアップグレードとかでは約普通に取りました。じゃあ結構な値段したんじゃないか。それがこのプレミアムクラス、なんと2万円で売ってたんですよ。それって安いの。通席でも1万5000円くらいはかかるから、そう考えると結構安い。5000円プラスしてこれだけのサービス受けられるのなら出してもいいかもな。でももう窓側は開いてなかったので通路側になっちゃったけどね。来ましたので降りましょう。無事に降りれたので良かったな。他に飛行機が着陸してたから大丈夫だとは思ってた。着陸できないのなら他の飛行機もゴーアラウンドしてるもんね。さて今回は飛行機に乗ってばかりでしたが、結果的にいろんなネタ機材とかにも乗れて新鮮さを感じましたね。特に JAL なんかはあまり乗らないですからね。それで思ったことが一つ、ANA は紙が多いです。確かに JAL はあまり紙を使ってなかったな。でも紙があると旅の記念とかにはなるよね。それは間違いないな。ということで次回の動画でまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。足元にご注意ください。
喋ろよ。皆様お待たせいたしました。マリサソロトークイベントへようこそ。本日はどうぞよろしくお願いいたします。いいんだよ。もうマリサは釣れないんだから。マリサが喋りたいって言ったから機会をあげたのに。しかもソロトークイベントって誰と話すのさ。ひたすら独り言言ってるんでしょ。それもはや落語じゃない？それは落語業界に失礼。自分で言っちゃうんですか。落語ならあたいに任せな。観客ゼロ人だから何言っても安心だね。客入ってこない前提で話すんな。そんなの普段から面白いこと言ってないと無理でしょ。時には諦めも肝心っていうだろ。自分もなんか常に諦めてるじゃん。諦めてるというよりできないんじゃないの。この天才のあたいを見くびると痛い目に遭うんだぞ。おう、それはどういう意味だぜ。全員氷漬けにして雪に埋めて。それはこっちが聞きたいわ。